どうっす。あ、おはようございます。湯川の先生。あ、湯川先生、ありがとうございます。湯川先生でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。で、今月の給料日の動画をまだ撮ってなかったっていうことで。そうなんですよ。マジか。まあね、せっかく土井ちゃんがね、来てくれるから、今日はね、食わせてあげるから。あ、ありがてえな、ありがてえな。ごちそうしてあげるってことですかね。そうですね、ちょっと給料日なんで、日頃お世話になってるドイッチメン君に。それが、この机の上のこれですね。あ、そうですね、ちょっと買ってきまして。これ、ちなみにどこですか、これ。100円ローソンですね。100円ローソン。はい、100円ローソンで、ちょっとあまり高いものを似合わなそうなんで。はい、はい、はい。はい。あ、飲んでよ。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。マジで。いやー、いいですね。そうですね。あ、ゴーズだ。なんか、もうめっちゃ100円ローソンって感じ。そうですね。これ、もう死ぬほど食ったな、これ。このからしマヨがいいんですよね。いや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 。そう、これがね、めっちゃうまいの。ああ、そうですね。土井さん、結構100円ローソン行きます？ああ、最寄り駅100円ローソンとかありますけどね。ああ、はいはいはい。でもなんか全然買わないですね。なんか、もう。かつ100円ローソンは。中野住む前に立川住んでたんですけど、その時結構行ってましたから。とりあえず、乾杯します。乾杯します。給料日なんで。はい。ゴールドマスター。ローソンマークついてますね。ローソンマークついてますね。ああ、そう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 。撮影、お疲れ様でした。撮影が。ああ、ゆかわ。ああ、そうそう。じゃあ。あ、なんだっけ、どうしよう。あ、じゃあ乾杯。あ、乾杯だよ。お願いします。ありがとうございます。ちょっと普通に。ああ。土井さん、ビルの右、遠くを見るんですか？熱いね。このキューピーのからしマヨなんですよ。そのタイミングで行くんだ。もうそのタイミングで行きます。いやいいですね、このこれなんですよね。ああ、えてて、これがうまそう。うまそう。わあ、いいでね。うわ、いい匂い。うわ、これなんですよ。ちょっとそうだからね。はいはい、どうぞどうぞ。うん、うまっ。もう、うん、ごおお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 おなんか、なんか、なんか、ヒントないね。おかしくもないぞ。いや、普通ですね、これね。うん、うん。あー、うめえ、これ。美味しいでしょ。あー、うめえ、これうめえ。と、スケロクさんですね。200円です。200円ですね。はい。これもめっちゃ食ったな、これも。これもね。めっちゃ食った。普通に今も全然食うけど。いや、ほんと。うん。ごぼうサラダで。20円引きでした。きんぴらごぼうですね。はい。これ20円引きなんで。80円。うん、うん、うまっ。うまっ。これスケルクが食べて、うん、この組み合わせなんですよ。おいしいな、これ。うん、100円ですもんね、それも。これ100円なんですよ。うん、だから、何どこ見てんの。これ食べて、このスケロクってのが美味しいですよ。おぉ、これだよ。おぉ、うまっ。うんうん、そう、おぉ、おぉ、うまっ、うん、これね。そう、うん、おぉ、うん、うん、おぉ、そんなホイッスルみたいなもつますんだよ。弁当も買ってやつね。弁当買ってみました。ひじきご飯弁当、ウインナー弁当。これすごいですね。これええな。うん、踏み切ったな、これ。すごいですね。あ、うまっ。うわっ、うわー、うまくてない。うん、あー、うまいね、これね。あー、うん、うん、うん、あー、合うね、これ。うまいっすか、ウインナー。あー、うまい、これ、うまいっすね、これ。200円で結構入ってんな、これ。ひじきご、もうだってこれあれじゃないですか、もうおかず山ほど入ってた。うん、うん、あー、うまっ。懐かしいですね、このひじきが最高にうまい。うまっ。うん、うん、うん、まあ、うまいなんですよ。おぉ、大きなハム&卵、三種を超えるロール。これがなんか三種の欲張りコール。ちょっと
コロッケ、とんかつ、メンチカツってもう最高に豪華ですね。いや安いですね。うわ肉体労働。わー、スパイシーズ好きだよ。とんかつか、うまっ、とんかつうまい、うまっ。コロッケいきましょう。あー、このカツとかあるの、うん、あー、大したもんな。大きなハム卵だ、これね、ございますね。うん、うん、うん、あ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 、メロンパンいいですね。2つで100円だって。あ、いやいや、そうだね。なかなかないっすよ。プレーンとチョコチップ。ごめんなさい。チョコチップのプーを、ゲップで代用すんなよ。いいっすか、じゃあ。うわ、うん、ふわっふわ。ちょっと。あ、で、え、歯通るこの辺。うん、うまっ。うん、あ、これあるじゃん、ストングナイン。そうそうそう。あー、うめえこれ。メロンパンだろ、これ。おぉ。おぉ、あるぞ。あー、うまい。おぉ、うんね。そこに手いってますね。おぉ。おぉ。うん。おぉ。やばいな。キスしてんのか、それ。うん。いや、これはいいアクセントになるよね。もう、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 喋れてると思ってるんですか。もう、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 あれですよ、弁当、パンがなくなりましたね。なりましたか、うん、炭水化物。うん、炭水化物やけど、残りも全部。あ、そうです、これもそうなの。おつまみ、デザート系に入りましたね。うん、あ、これ100円なんだ、これ。こういう形のワッフル大好きだったんですよ。本当最近出したやつもそうですね。いいですか、これ、こんな、うわ、うん、エゾになるわ。あ、うん、おいしい。じゃあ最後行こう、土井さんに。おー、土井さん、溜まっていってるけど大丈夫。どうでした、それ。ちょっと、あ、もらおうかな。あ、いいよ、いいよ。あ、どうぞ。それでは、カレー。スマホルカレー。おー、よろしいですね、これね。よろしいですね。うわ、うおひらめいた。よっちゃんのスズケーキ。おお、うわ、よっちゃんのいただ。はい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 、あの無線の、はい、無線の、はい。うま、もう酒が進んじゃうこれ。いや、いいぞ、はい。うん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 、おお、このままここ行こう。うん、あ、いいですね。うん、あ、これいいぞ、つもりになってますね、これね。うん、京都さん、まだ何も喋ってないんで一緒。これもう立川で住んでた時もずっと食べてた、ね、渋いもんをずっと食べてたな。これめちゃくちゃうまいな。うわ、懐かしい。おー、懐かしいね。これね、本当に美味しい。ね、それ、カニ玉それ。あ、カニ玉、あ、どうか、乗っちゃったんだこれ。一旦ちょっとキープだよ、俺。これ本当にスナック菓子で一番美味しい。本当食べて。あー、うまいでしょ、止まんなくなるでしょ。これうまいよね、好きでしょ、これ。箱ケーキなら滑らかチーズ。なにこれ、なにこれ、なにこれ、うわっ、うわわわわわわ、どうしよう、な、何しんの。いや、めっちゃうまいっすよ、これ。同じですか、これ、チーズ。うわ、濃い。おー、そうそう、じゃあちょっとご飯ですね、いただきます。おお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 。土井さん食べる？あーずー、お腹いっぱいになるけ。いやー、食べてるっていいぜ。あー、カズくんだけ。お腹いっぱいになるけ。ほんとね、いらない。あ、大丈夫、大丈夫。
高校やこれよう見るわ。うわあ、そうそう、これこういう感じで。まあ、大体のもん食い終わって。そうっすね、はい、落ち着きました。落ち着きました、満足でした。大満足です。はいはいはい。お前、先生さんにはお腹いっぱいになりますからね。うん、お前、お腹いっぱいなんです。先生さんにはお腹いっぱいになりますから。お腹いっぱいなんだからね。じゃあ、一応休養日なんで金額発表と返済額。8月明細ですね、これ。8月明細っていうの、うんうん、第1社目の8月の給料は、はいはい、129,748円。はい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 、はい、おお、はい、10万。2社もあるって。2社働いてですね。2社、ああ、2社働いてました、うん、2社目の給料が105,442円。おお、ってことで23万ぐらいですね。おお、じゃあちょっと返済額、返済どうしましょうかね。23万でしょ、収益もある程度あるし。加速させましょうか。じゃあ、じゃあ23万ベットします。おお、かっこつけた。ドイちゃんの前で、ドイちゃんの前で、ドイちゃんの前でだから、ちょっといいとこ見せなきゃ。いやー、ちょっとね、ちょっとそろそろ行きますかね、実家、うん、そうですね、実家そろそろ行くか。税金確定する前に、ちょっと確定したらちょっと返したくないみたいなこと言い出す可能性があるんで。そんなの、そんな、しっかり親孝行して。あ、もう23万返済確定した。あとで言うのはあれですけど、次の収益ちょっと減ってるから。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、お疲れした。